みなさんこんにちは、キキです。ねねです。キキねねです。ラララララ。でん、お手紙が届きました。読んで、読んでみようか。見よう、なんで来てるかな。初のお手紙だね。ワクワクする。お、ねねとキキで別々である。あ、ねね、ねねちゃん。そうだね。ドラえもんの切手貼ってくれた人だね。お、ほんとだ。はじめまして。いつも明るくて最高の変顔をやってくれて、いつも明るマジでのねねのキキのも次読む。ちゃんから元気をもらってます。これからも明るくかわいいねねちゃんこうでいてね、いてね。そして、そしてこれからも、これからもこれからも頑張ってください。大好きです。いつもありがとうございます。うわー、すごいね。嬉しいね。すごいね。こちらこそありがとうございます。ほんとだよ。じゃあ、キキのも読む？キキちゃん、はじめまして。いつもありがとう。とってもかわいいキキちゃん。とってもキキかわいいキキちゃん。これからも元気で明るくかわいくいてね。大好きです。大好きです。嬉しいね。どう？嬉しい？うん。次の方は？この入れ物でくれた人、うん、じゃあ紫の方から読んでみようかな、うん、ママが読むよ。じゃあいい？ねねちゃん、キキちゃんへ。いつもねねちゃん、キキちゃんの動画を見てるよ。動画ではいつも一生懸命の2人がとっても可愛いです。ねねちゃんの変顔がとっても好きだよ。キキちゃんの勉強しているところがとっても可愛いね。ねねちゃん、小学校頑張ってね。キキちゃん、ねねちゃん、私は兄弟が3人いるよ。ねねき、ん？ねねちゃん、キキちゃん、赤ちゃんと一緒だね。お母さん、赤ちゃん産むの頑張ってください。応援してます。あ、お父さんもあるよ。お父さん、面白いところが大好きです。みんなこれからも頑張ってね。小学校3年生のお姉さんから。すごい。じゃあこのピンクの封筒の読みます。読みたいな。あ、ちょっと長いね。ねねちゃん、キキちゃんへ。いつも2人の動画を見て元気をもらってます。一生懸命頑張っていてすごいなと思います。我慢、キキちゃん。ねねちゃんは新1年生になってとても大変だと思うけど頑張ってね。応援してます。応援してます。キキちゃんは次3歳だね。もうすぐキキちゃんにも、あ、キキちゃんもお姉さんになるね。キキちゃんなら優しいお姉ちゃんになれると思います。ねねキキのママへ。ママにも書いてくれてる。赤ちゃん産むの頑張ってください。また少し大変になると思いますけれど、可愛い2人に癒されながら頑張ってください。応援してます。パパへ。いつも面白いところがとても好きです。お仕事とかも大変だと思うけど、可愛い2人に癒されながら頑張ってください。応援してます。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。嬉しい。じゃあ今度はこれを開けてみます。マリーちゃんだね。いいです。可愛い。可愛いね。キキは読む。読めるかな。じゃあキキ持ってくれる。じゃん。うえ、ま、中もマリーちゃん。ほんとだ。ねねキキちゃんへ。いつもねねちゃんへ。いつも楽しい YouTube をありがとう。ありがとう。しっかり者のねねちゃんと癒され系のキキちゃん、2人ともめちゃくちゃかわいいね。めちゃくちゃかわいいね。ねねちゃん、スイッチ買ってもらってよかったね。よかったね。
それに、ね、うん、それにキキちゃんはコントローラーかわいい色よかったね。ね、キキにもね買ったもんね。うん、私もスイッチ、ねねちゃんと同じ色だよ、だって。ねねとスイッチ同じ色なんだって。ってやったね、嬉しいね。これから二人とも楽しかったり、悔しかったりすることがあると思うけど、頑張ってね。ね、だって女の子からでした。嬉しいね、ありがとうございます。ありがとうございます。次、このワンちゃんの、うん、読みます。はい、なんか熱そう、はい、熱い。これねね、ねねちゃん、お、うん、ねね自分で読んでみる。うん、いいよ。初めてお手紙を送ります。いつもありがとうね。ありがとう。嬉しいな。嬉しくて泣いちゃった。我慢してた。じゃあパパ読もうか。うん、読んで。ずっと我慢して読んでたの。じゃあ行くよ。ねえねえちゃん、初めてお手紙送ります。いつも YouTube 見てるよ。可愛くて優しくて面白いねねちゃんが大好き。幼稚園卒業して小学1年生になったね。たくさんお友達ができるといいね。お勉強は大変な時もあると思うけれど、頑張ってね。運動が得意なねねちゃん、体育ではいろいろな運動をすると思うから楽しんでね。これからも応援しています。またあつ森実況してね、だって。うん、嬉しいね。うん、感極まって泣いちゃいましたね。うん、じゃあママさんパパさんね。わあ、すごいね、そんな分厚くくれてんの。え、後ろに何あるのかな。いっぱいある。いっぱい書いてるよ。3枚。今回初めて誰かにファンレターというものを書きます。その初めてがねねきキチャンネル宛てです。少し緊張しています。ねねききチャンネルを知ったのはもちろん TikTok でした。ねねちゃんのびっくりする姿が面白可愛くて即フォロー。 YouTube はチャンネル登録者約2万人くらいの時に登録しました。もう少し早く出会いたかった。小さい子の YouTube は今ではたくさん YouTuber は今ではたくさんいますが、ねねききチャンネルがダントツで好きです。嬉しいね。うん、YouTube 上がったらすぐに見ていますが毎回最高です。最初の挨拶がキキキからキキですに成長していたり、ねねちゃんはもう小学校1年生、私自身まだ20歳ですが2人の成長に感動します。LINE スタンプももちろん使っていますが、今見ると2人めちゃくちゃ小さく感じます。彼氏が買ってくれたので第2弾待っていますね、だって。うん、彼氏が買ってくれたんですが、その後彼氏も買っていました。ねねききはもちろんパパさんママさん含めたねねききファミリーが大好きで、見ていて癒されます。ママさんにはもうすぐ生まれてくる赤ちゃんがいますね。大変な中 YouTube の編集、子育て、ブログ更新、本当にお疲れ様で尊敬しています。家族4人とも家族思いで優しくて、将来こんな家庭を作りたいなと思います。YouTube、Instagram、Twitter、TikTok 全てフォローさせていただいてますが、ママさんもパパさんもたまにいいねしてくれたりコメントしてくれたり、忙しいのにありがとうございます。ですが今回このような形でお手紙で伝えることができ、めちゃくちゃ嬉しいです。
何度かファンレター送りたいんですけどというメッセージを送っていたので実現できてよかったし、ねねきけファミリーの元に届くということが幸せです。これからも応援しています。体に気をつけてママさんパパさんのペースで頑張ってほしいです。動画楽しみに待っています。嬉しいね。あ、うん、特に好きな動画があったら、ねねきけチャンネル好きな動画、サプライズドッキリしたらねね大号泣だって。うん、あのジャック、あ、ジャック、へぇ、そのスイッチの、ふむ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 だね。うん、感動注意、笑いあり、涙ありの父の日サプライズ、あ、この間のやつだ。うん、な、あれだ。キキちゃん、たくさん喋れるようになってきたね。もう少し大きくなって読めるようになったらぜひ読んでほしいな。ねねちゃんと仲良く、これからもたくさん食べて寝て大きくなってね。かわいいキキちゃん、幼稚園でもたくさん思い出できるといいね。応援してます、だって。これあと2個、あと1つ、すごいすごいのが来てる。ちょっと先にお手紙も入ったからこれ読んじゃうね。ねねききファミリーの笑いの絶えない温かい動画に元気をもらっています。私は山形県で似顔絵ライターをしており、何似顔絵ライターって似顔絵描く人、うん、をしており、ねねききちゃんの似顔絵を描きましたので、うん、受け取っていただけたら嬉しいです。ねねちゃん、ききちゃん、いつも楽しい動画ありがとう。これからもパパとママとみんなで楽しい動画を投稿してください。パパさん、ママさん、お二人の子育ては愛情いっぱいでいつも見習うことばかりです。お体を大切に、新しい命が誕生する日を迎えてください。じゃあ似顔絵見てみる。うん、はぁ、これアイコンにしようかな。嬉しいね。後でお返事書こうかなと思ってますね。お返事書こうね、うん、キキもね、お返事書こうね、うん、バイバイ、バイバイ、バイバイ、ありがとうございます。みんなもお手紙書いてみて、もらってみて、もらってみて、サンドバイ